こんにちは、うさぎとびチャンネルでございます。さあ、今週のアップデートも大したことがないって感じなんで、またリセットされたサルベージヤードの強盗をやるぐらいしかないかなって感じなんですけども、でちょっと前にですね、このパトカーが追加されて、まあ一応買ってみたんですけども、まあ結構いい金額するんですよね。で一応まあエンジンだなんだカスタムもフルチューンしていろいろグレードアップしたのはいいんですけど、この車両を一体何に使うんだってことでいろんなことやって試してるんですけど、これといって金額の割に使い道がないんですよね。さあ、開始画面なんですけども、これ毎回毎回なんか長いメッセージ流れるんですけど、これは同じミッションが出てきても毎回ずっと流れるのかな、ショートカットはできないんでしょうか。非常にめんどくさいんですけども、さあ、エリシアントに行けと指示が出ましたけども、パトカーで行ってみましょう。でパトカーなんで、まあ、手配度がなんかつきにくくなるとか何かしらのメリットがあるのかなと思ってね、いろんなミッションでやってみたりとかやったんですけど、特別何もない気がしますね。でただまだこのサルベージヤードの強盗に関してはまともに使ってないので、このパトカーは。で今回ちょっと使ってみようかなってことで、一発目にこのパトカーで行こうかと思います。さあ、そろそろ現地に着きますけども、これらのミッションはね、割と発覚するしないっていうのが結構あるミッションたちなので、このパトカーが同時に出たんで、なんかこれの使い道になってくれりゃいいんですけど、ああ見つかったわ全然意味ないな、そりゃそうか、こんなど真ん中から突っ込んでたら見つかりますよね。あだだだだだ、落っこっちゃった。早速パトカー水没して、全然パトカーできた意味がなくなっちゃいましたけど。ということでですね、その後もいろいろ調達やらいろんなことでパトカー使ってみたんですけど、パトカーで行く意味があったミッションっていうのがなかったですね。なんかパトカーのいい使い道とかご存知の方がいたらぜひ教えていただきたいですね。なんかこれに使うとこういうメリットがあるよとかあるんであれば教えてほしい。さあ、そんな感じでですね、とにかくこのサルベージヤードで、まあ前回もね、スクラムジェットとか乗ってみたりとかね、いろんなことやろうかなって感じで試してるんですけども、まあ、ある程度パターンが見えちゃったんでね、まあ前も言いましたけど、普通にやってもちょっと面白みがないんで、何かやりたいなって感じなんですけど、で今回はトレーラーを取りに行くパターンのやつがあったので、ここで何かできないかと、降りてみたけどトレーラーに乗っていかないといけないので、これはどうしようもないかなって感じなんですけども、でこのトレーラータイプっていうのは通常は十字キーの右押しとかすると外れるんで、でファントムウェッジに切り替えていこうかなと思ったら、このトレーラー外れないんですよね。でどうしようかなって思って適当に運転してたら、たまたまトレーラーが外れましてね、まあ、ちょうどいいやと思ってここでファントムウェッジを呼び出してみました。で一応こんな感じでファントムウェッジをつなげること自体はできたんですけども、どうもこれ前後ちゃんとくっついてる状態でいかないと意味をなさないということで、トレーラーに乗り込めっていう指示が出ちゃってるんでね、ファントムウェッジは全く意味がないんですけども、ただこのまま行ってみてどうなるんだろうってことで行ってみたんですけど、何も起きない。で結局意味をなさないので、トレーラーヘッドをもう一回つなぎ直してやってきたんですけども、でここで本来であればですね、ここの受付のおっさんみたいなのに、許可をもらって中に入る感じになるんですけども、この黄色いマーカーを踏む前にこのおっさんに接触したらどうなるんだろうということで、ちょっと接触を試し見たんですけども、これはこのおっちゃんは無敵パターンのやつですね。ということで本当に無敵なのか試してみました。おりゃ、無敵っぽい。あら、死んじゃった。これはどうなるんだろうか。これで黄色いマーカーを踏むとどうなるんでしょうか。あれ普
通に進めますね。うん、この人がいてもいなくても関係ないって感じなのか。あれ？普通の画面になってる。雪が降ってない。さっきですね、ちょっとなんか急にゲームが固まって落ちちゃったんで、再起動してもう一回やってるんですけど、そしたら直前まで雪降ってたのに、今もう一回始めたら雪が降ってないですね。今アップデートするような時間帯じゃないので、なんで急に雪が降ってないんだろう。そもそもこんなに早く雪ってなくなったっけかな。去年もうちょっと雪が残ってた気がするんだけど、あんまり覚えてないな。まあまあ雪ない方が運転とかもしやすいんで、そっちの方がいいんですけど、すごい変なタイミングで天気が変わりました。さあ、サルベージヤードコート、今回の3つ目なんですけども、スカイリフトを取りに行くやつで、これも前にも1回やってるので、あらかたもう内容が分かってるんですけど、でこれはスカイリフトを取りに行った時に結構強烈な敵が出てくるので、それの対策だけしとけば全然問題ないということで、最初から戦車で行くのが一番いいんじゃないかと思うんですけども、とりあえず最初は普通で行ってみましょうか。こんな感じで、あ、やっぱりこれだとミサイルが足りなくなりそうですね。なのでちょっと戦車に乗り換えに行くんですけど、こんな空港とかね、隠れる場所がないとこで、これまともにあのヘリの大群とやり合ってたらボロッカスやられるので、これは戦車しかないかなって感じなんですけど、問題はこれどこで乗り換えるかっていうとこですね。この辺がいいかな。上から撃たれない場所でうまく戦車に乗り換えないといけないですね。ここだったら大丈夫かな。ヘリが結構真上にポジショニングするな。狙いがつけられないね。ここは、弾が当てやすいところにおびき出すしかないから、この中入るか。ここなら、真上に来られない。よいしょ。さあ、このミッションのフィナーレにやってきましたけども、これはですね、前にもやってるんで、若干コツをつかんだような気はしてるんですけども、まずはこれはディンギに1回乗って、次のマーカーが出たら、オプスにもう1回乗り直していくのがいいかなと思うんですけども、こんな感じで1回乗りますね。そしたら黄色い目的地マーカーが出るので、改めてオプスに戻ります。そしたら船に向かっていきますね。で最終的にその船の一番高い位置に行かなきゃいけないので、周囲の敵を普通で蹴散らしてからそこに直接向かうのが早いかなと思いますね。この辺に着陸するとちょうどいい感じになりますね。さあ、目的のコンテナを見つけたんで、発煙筒を横にくっつけたらすぐにヘリに乗り込んで次に備えます。あとは何機か敵のヘリを落とせばスカイリフトにくっついていくだけですね。さあ、駐車場でスカイリフトを待ち構えてるんですけども、前の時にですね、これをやったらどうなるんだろうと思って降りてくるスカイリフトの真下で待ってたら見事に潰れて死んじゃいましたね。なので今回はちゃんと避けて待ってましょう。さあ、クリアしました。何やろうかな。あれ、なんかおかしいな。とりあえずちょっとスタイルを戻そう。なんでこの格好なんだろう。あれ、なんか入れない。なんかおかしいな。あれ、オプスに乗れない。なんだこれ。よいしょ。あれ、なんだ、勝手に降りちゃうぞこれ。なんだこれ。あれ、マップがおかしいな。ミッションが終わってない状態になってるっぽい。なんでだろう。なんかバグってますね。なんだこれ。乗り物に乗れないぞ。どうしよう。またやり直し？なんだろうな、これ。さっきの、雪といい。なんかおかしなことが起きてる気がする。雪はどうなんだろう、普通なのかな。でも
変な時間にいきなり雪じゃなくなったんですよね。うん、手配でもつかないな。どういう状態なんだろうこれ。これ乗れんのかな。あ、乗れない。無理やり降ろされちゃいますね。なんだこれ。なんかこれでセッション移動するのも悔しいな。しばらく遊んでみましょう。手配でもつかないことだし。車は乗れるのかな。ああ無理やり降りちゃう。これ勝手に降ろされちゃいますね。運転しようとすると。暇なんでバニラユニコーンでも襲撃に行きましょうか。あれ誰も出てこないな。中に人いないのかな。スタイルチェンジもできないし。あ、なんだこれ。あ、戻った。あ、なんだ、急に戻りましたね。クリアしたことになってますね。ちゃんとミッションも。こんだけ時間かかっていきなり戻るのは初めてかもしれない。何が起きてるんだろう。なんか様子がおかしいですね。という感じで今回はミッションをいろいろとやってお見せしようと思って始めたものの、ほとんど見せ場がなくて変わったことも起きずにって感じでしたね。唯一最後にお見せしたバグったとこぐらいで、ダラダラした動画で申し訳ございませんって感じなんですけども、まあこんな感じでちょっとねやることがあまりなくてどうしようかなってのが最近多いんですけど、もしご覧の方でこういう動画が見たいなとか、これについて解説してほしいとかっていうリクエストがございましたら、コメント欄なんかにいただけたらできる限りはお答えしていけたらなと思いますので、ガンガン書き込みをお願いいたします。ということで今回はこんな感じなんですけど、あまり見せ場がない動画で申し訳ありませんでした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。